県などによる緊急調査で施設側が事故につながりかねなかったと報告したヒヤリハットの事案は去年7月の福岡の事件後43件に上ることが分かりましたこのうちバスを降りたかどうか確認を怠ったまま車両を移動させた取り残し事案は3件でしたまた県内だけではありません先月には沖縄県でも 小学生がバスに置き去りにされ、自分で窓を開けて外へ出るという事態がありました。県内外でこういったことが発生しています。事件のあった牧野原市は、市が所有する送迎バスや民間で希望する園にブザーを設置する方針を今日新たに示しています。 えー、子どもたちがまあ一生懸命クラクションを鳴らす練習をしていましたけれども果たして取り残されたときにんん、ね、年齢によっては例えば3歳以下の子たちは状況の判断などが難しい部分は正直ありますが、うんまあ、ただ、4歳、5歳などはある程度状況の判断というのもできるようになってきますのでしっかり大人がです、ね、伝えておけばあま 大人だってこれ状況をつかむのにしばらく時間がかかってパニックになると何からしたらいいというふうに順序を忘れてしまうような気もするんですけれどもねねそうです、ね、なので子どもたちに例えば伝える時はシンプルにあの大人がどこに行ったのか分からなくなってしまったらというふうな伝え方で。 いくとまだ子どもも整理しやすいかなというふうにも思います。あのクラクションに関しては結構力もいるみたいですが、ブザーだったらどうでしょう。ブザーそうですね。あの子どもたちがやりやすいのであれば、やはりあの周りに存在を伝えるっていう方法ではまあ、有効な手だとは思います。やはりあの沖縄県であったような窓を開けるっていうのはあの幼稚園保育園のだと。 どうしても難しいものもあるので、やはりその音で知らせるって言うようなものがはい。幼稚園保育園では有効になるかと思います。そして、驚いたのがヒヤリとする事例が事案がですね。43件あったということですが、この数字については石田さんどうお考えですか？ はい、あのヒヤリ、一見、ね、43件もというふうに感じてしまうかもしれないんですけども、うん、決してあのヒヤリハットが多いから悪いということではあのないんですねあのヒヤリハットは大きな事故そのものではなくて事故につながる可能性のあった出来事になります、うん、で例えばバスですとあの子どもが走っている間に落とし物を拾おうと席を立とうとしてしまった。なので 事,事故では被害は起きてはないんだけれどもというような、まあ、その事故につながる種の発見になります。なので気づ,け気づくことであの事故の予防の対策を取ることができますのでどちらかというとしっかりと気づいた方がいいというのがありますあの人のミスを補うために安全機器の導入が検討されているんですよね、はいそう。こちらご覧ください安全対策のの強化のため国は 安全措置の設置を義務化する方針でそのための予算措置が今の臨時国会で議論されますきのうはガイドライン策定に向けたワーキンググループの初会合も開かれました